志村源太郎昭和5年8月23日は、明治から昭和にかけての日本の官僚、銀行家、日本官業銀行総裁、貴族院議員、海野国出身。明治22年に、東京帝国大学法科大学政治学科を主席で、卒業。東京農林学校教授等を経て、その後農商務省に入り3時間、秘書官を歴任する。 その後法制局に移動し三時間を務め、農商務省に戻り公務局長に就任。退官し、日本官僚銀行に相談役として入校。一旦、横浜商金銀行に移り検査役、外国課長を歴任したが、その後日本官僚銀行に戻り副総裁を経て明治44年総裁に就任し長きにわたり、総裁を務める。また、各政府各委員を務め、 産業組合会頭として、育成を図り、日本の農政応募所として影響力を持つ。官銀総裁対任後貴族院議員にも直線される。妻、直子は、藤岡正俊スケイク夫妻の三女で、正殿平五郎夫人、タズの妹勝鏡健吉夫人、茂美の姉にあたる。タズ、直子茂美姉妹の母、藤岡スケイクは、 岩崎矢次郎、三輪夫妻の次女で矢太郎の妹かつ、矢之助の姉にあたる。実弟は、銀行家の渡辺義郎で、義郎の妻、鶴次は、藤岡正信の長女で、吉村吉成の養女。鶴次の実父藤岡正信は正都市、スケーク夫妻の長男で、多数、直子、茂日の長兄にあたり、養父、吉村吉成は、吉村直重、こと夫妻の長男で、 ジップ、藤岡正信のいとこ、鶴児の養祖母、吉村ことは、岩崎矢次郎、三輪夫妻の長女で矢太郎、スケイク、矢之助の長子、玄太郎、奈子夫妻には、実子がなく弟、渡辺義郎の長男、誠一を養子子とした。志村誠一の実定に、元三菱重工業副社長、渡辺誠二、 実母の養父か活実祖父のいとこにあたる吉村義成の養子となった清三郎、元日本再建信用銀行頭取の渡辺敦氏、三兄、清三郎の後を継ぎ吉村家の養子氏となった進むが、いる。三菱重工業会長や経済団体連合会、常任理事を歴任した桜井春樹は、渡辺義郎、鶴寺夫妻の娘婿。桜井坊貴の長女、高見は、 藤村三章の弟でのちに、三菱辞書の社長を務めた藤村明に嫁ぎ、桜井坊紀の次女、住は岩崎矢之助の三男で、志村直子の重邸にあたる岩崎照也に嫁いだため、藤村明、岩崎照也は共に、桜井春季の義邸にあたる。ありがとうございます。